新門辰五郎明治8年9月19日は、江戸時代後期の町引けし、教閣。ジップは、飾り職人、中村金八。町田に江門の養子となる。娘の薫は、江戸幕府十五代将軍、徳川吉信の側室。新門は、金竜山、戦争自走防伝防院新門あたりの責任者で、あることに由来する。 青年月日は完成4年3月5日。新聞は新聞と読まれるが、当人は荒どと名乗っていたとする説がある。武蔵区に江戸下や山崎町に着せる職人の子として生まれる。幼少の頃に実家の火事で父が焼死、あるいは自宅から出火資金辺を累称した責任を取り、待ちびけ死になったと伝えられる。浅草十番組を組の頭である。 町田に右衛門の元へ身を寄せ、引消しや喧嘩の仲裁などで活躍するにえもに目をかけられ、婿養子用紙となり、辰五郎の名を与えられた。文政四年の浅草花川戸での火事の際、火災現場で辰五郎はまを掲げて、屋根に登ったが、遅れてやってきた、筑後国や長和藩立花家の大名を引消しも屋根に、まをあげた。 屋根に引消し組のまといを掲げる行為はこの場の消火活動をどう組が仕切ることを表明する行為であり、引消しの誉れであり、これは先着が優先とされていた。大名と町人という身分の違いこそあれ、柳川藩立花家川のマナー違反であり、自分やを組み引いては町引消しそのものが武士から地辱を受けたと考えた辰五郎は自分の持つまといで、 柳川藩のまといもちを殴りつけたため、柳川藩のまといもちは転落し負傷した。このため両陣営が喧嘩となった。沈下後、辰五郎は単身で、柳川藩藩邸に乗り込み、下手人は自分であるため好きにしろ、と単価を切った。堂々と乗り込んできた辰五郎に対し、柳川藩はこれを処分することができず、辰五郎は無罪方面となった。この天末は、 世間の評判となり、お組の引消しの辰五郎は、江戸の町で名を挙げた。十八歳で二重門の娘の二式をもらい養し、縁組し、文政七年に、お、組を継承する。同組の二百余名の引消しの当領としてだけではなく、強格や幕と、敵やややしなどの元締め的存在であった。天保年月、芝桜田町の武家の火災の際、六と、と、 組が揉め始め、お組のはしごもちが巻き込まれて、重傷を負った。三組が睨み合い、三つどもへの喧嘩が始まろうとした際、辰五郎が和の中心に入り、この喧嘩は辰五郎が預かったと一括したため、喧嘩は収まった、なる話がある。なおこの際に、火事場の視察中であった馬上の南町奉行、池田晴馬守が、この仲裁、辰五郎に任せたぞ。 と一任して去っていった、とする話も伝わるが、池田は、この当時は、町奉行でも、針間守れでもない。降下2年正月24日に、青山で起こった火事の現場で、奥見と久留米藩有馬家の有馬寄長率いる、大名火消しとが乱闘になり、死傷者が出た。火は、有馬側にあったとされるもののしかし、達五郎は、身分上下の筋が通らないとして自ら出頭し、 攻めを取って、江戸所払いとなる。しかし夜な夜な、江戸市中の二人の目っかけのもとへ通い、その邸宅から古文に指示を出していたことが露見し、再逮捕され、石川島の人足寄せ場に送られた。翌年の大火の際、津倉島に迫った火災に対し、老仲間の幕と、小金井小次郎と共に、寄せ場の人足を率いて、消火活動を行い、油倉庫を救った。 この功績を南町奉行、東山影元に称され、方面とされた。評判の辰五郎に、上野大臣別党、格王院議官が、戦争時会話の掃除方を依頼した。辰五郎はこれにより、浅草の敵屋や屋子などの上に立つようになり、座を成した。前官営自殺の春日とし法神皇が、浅草神門あたりに陰性した際、幕府より、周辺の警護を命じられ、 以降、新聞を名乗るようになった。幕府の高級官僚だった、かつ海舟とも交流があったと言われ、その著書、ヒ川ワ話の中でも触れられている。議官の仲介により、一橋義信と知り合ったと伝えられ、後に、娘のカオルは、義信の妾となっている。現時元年に、近畿御主衛総督に任じられた義信が京都へ、上落すると義信に呼ばれ、 古文250名を引き、同じく60人を引いた息子の松五郎と共に、東海道を上落して、二条城の警備などを行った。大阪時計にも、邸宅を構え、同地の引けしの任を与えられた。同地滞在中、部下にはしご乗りを披露させて、京わらべの肝を抜いたと伝わる。慶応三年の大政奉還の後、戸場・富士見の戦いの幕府方敗戦後に、 吉信が大阪から江戸へ逃れた際には、辰五郎らも一旦撤退したが、大阪にとって返し、大阪城に残されたままになっていた、徳川将軍直属軍の象徴、家康以来の金銭の大馬印を取り戻すと、これを掲げたまま東海道を下って無事送り届けた。後、吉信が謹慎していた、上野寛永寺の寺の警護に当たっている。 旧幕臣と新政府軍による上野戦争に際しては、官営寺柄の防火と沈火、炎症の防止に努め、吉信が、身とさらに駿府へと移され、それぞれの地で謹慎させられた、際もそれぞれの地で警護を務めている。徳川家が、駿河国に移されることになった際、旧幕臣の集まりが悪かったため、将軍最後の大名行列を編成するには寂しいことになりそうであった。 辰五郎が、江戸中の配下に声をかけ、教閣や町引けしが装備をまとって集結し、江戸町引けし全組のまといが振り投げられ、数千人の引けしらが警護する中、幕府は江戸を後にした。この行列には、江戸城から運び出された、将軍家の金二万両も含まれていたが、この金も辰五郎らが警備し運搬した。駿河到着後は、駿府の城工事に住んだ。 道地の火消しを組織し、歌舞伎の芝居小屋も整備した。駿河国清水の著名な教閣であった、清水次郎長とも遅延であったと伝えられる。とうとう海国岩田軍での声援事業にも協力した。その後、東京へ帰って、明治8年に没。去年75。時世の歌は、思い置く、マグロの刺身フグ汁ふっくりボボに、どぶろくの味。 当時の藩主は、立花明兼関英寺のシーン第226世、天台座す。アリス川の宮織人氏神皇の第四巫女、徳川義信のおじ。船戸康幸、かつ回収282ページ当時すでに、東海道各地に、藩幕府の勢力がいたが、何せあの、辰五郎の一行であり、襲撃されることも、馬印を奪われることもなかった。田村。 117ページ、ありがとうございます。